どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。本日はですね、マリオットボンボイポイントのアカウント同士のポイント移行がですね、こちらネットでね、できるようになりましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、今までですね、アカウント同士のね、ポイント移行っていうのはですね、マリオットボンボイデスクにね、電話していただいて、まあ、送る相手のね、会員番号だったり、お名前とかですね、またね、ご自身の電話番号とか、あと、カードの登録の番号とかね、まあそういったものをですね、確認させていただいて、まあそれでね、ポイント移行がね、まあできるっていう感じだったんですけども、先日よりですね、マリオットボンボイの公式サイトでですね、こちらね、アカウント同士のポイント移行が できるようになりましたっていう風になりますんでまあね知っていて損はねないのではないのかななんていう風に思いますので気になる方は是非ね最後までご覧いただければなと思います。 ということで、公式サイトね、こういった感じであるんですけれども、残念ながらですね、日本語のね、ページはまだ用意されてないようで、これね、日本語に切り替えちゃうと、なんて言うんですかね、あの、見れないみたいなね、あの、感じになっておりますので、もしね、利用されたい方は、まあ、もうしばらくしたらね、多分日本語対応すると思うんですけれども、まあ、現時点ではですね、私がね、見た感じだと、まあ、英語サイトでね、あの、利用していただくっていった形になります。で、このね、マリオットのアカウント同士のね、ポイント それ以降にも もちろんね、マリオットは制限をかけておりまして、マリオットはですね、年間ね、10万ポイントしかアカウントからアカウントの送るっていうことはね、できないんですよね。で、受け取る側はですね、年間ね、50万ポイントね、受け取ることができるって言いがちになるんですよね。またね、このポイント以降っていうのは、1000ポイント単位でしかね、利用することができないっていうふうになりますんで、まあね、制限かかる人ね、そこまで多くないと思うんですけども、もうどうしてもね、今すぐポイント買わなくちゃ いいいけななみたいなね、まあ、そういった時にねヤフオクとかでね購入する方ね、まあ、中にはいらっしゃるかもしれませんので今も多分ヤフオクでマリオットポイントで多分売ってると思うんですけどちょっと確認してないですけども結構前まではね売っておりましたんで、まあ、そういった感じでね 購入ね、する機会がある方はですね、まあ引っかかってきっくる可能性もゼロではないのかな、なんていうふうに思いますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。またね、このアカウント同士でね、ポイント移行することができるんですけども、特にね、親族でなければいけないみたいなね、まあそういった制限はありませんので、まあ友人にね、ポイントプレゼントしたりね、まあそういった利用方法もね、できるっていうふうになっているわけなんですけども、 ただですね、マリオットってアカウントを作成して一定期間ね、あの、ポイント購入することができなかったりしますよね。ここら辺の制限がですね、このアカウント同士のポイント移行にも同じようにね、あの制限みたいなかけられておりまして、アカウントを作成して30日経過、あとプラスしてアクティビティがあること、まあこれがですね、条件っていうふうになっておりまして、これがクリアできてると、まあ利用することがね、できるっていうふうになります。で、このアクティビティっていうのはですね、まあ ホテルに泊まっていただいたただりですねポイントを獲得でねこのアクティビティっていうのはカウントされるわけなんですけどもまあ ポイント獲得っていう風になりますんでね。マリオットアメックスプレミアムカードね、使ってる方に関しては、まあ発行して間もなくてもね、ポイント利用していただければポイント貯まっていきますんで、まあこれがアクティビティにね、カウントされていくっていう風になりますんで、まあ特にね、問題はないのかななんていう風に思うんですけども、一応ね、こういった制約があります。またね、アクティビティがなくても、ホテルアカウントを作って90日ね、経過していただければ、このね、ポイント以降ね、利用することができるっていう風になりますんで、 一応ねこの点もまあ対象者の方はねかなり少ないと思うんですけども一応ね覚えておいていただければなと思います。それではですね公式サイトねこういった形になっておりまして概要欄にね、えー、載せておきますので利用されたいっていう方はですね是非ね チェックしていただければなと思うんですけども、まあ、先ほど言った通りね、あの、日本語のね、ページがなくて、これはね、あの、日本語になっておりますけども、英語のサイトをね、Google 翻訳でね、訳してるっていうふうになりますんで、まあ、これ見ていただければですね、まあ、ある程度ね、誰でもわかるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、見ていただくとね、転送の詳細があって、受信者の名前、受信者の名字、また受取人のマリオットボムの会員番号、 で、受取人のマリオ番号の確認するということで、多分これ。 あの、二回入れるみたいな、そんな感じですよね。送信する金額ということで、こちらね、送るポイント数ということで、まあ、先ほど言った通りですね、ポイントはね、年間10万ポイントまでしかね、送ることができないっていう風になりますんで、10万ポイントまでしかね、送ることができません。で、1000ポイントからね、えー、送ることができるって言った形になるんですよね。まあ、これで左下のね、あの、同意みたいなのを押していただいて、今すぐ転送っていうのをね、えー、利用していただくと、まあ、コードが飛んできてですね、それを入れていただくと、ポイント以降、 このね、マリオットのね、ポイント移行っていうのは即時っていう風になっておりますんで、ちょっとね、ツイッターの友人の方でね、速攻を利用された方でね、ちょっと画像をお借りしたわけなんですけども、ポイントのね、詳細はこういった感じでね、え表示されるっていった形になります。かなりね、あの、利用はね、しやすくなったかな、なんていう風に思いますので、やはりね、このポイントをね、移行しよう。まあ、友人にね、ポイントプレゼントしようとかね、あの、一箇所のね、アカウントでポイントを貯めて、 利用しよううみたたいなねそうなねねそった時にです、ね、やはりね、あの、マリオットボンボイホテルデスクにね、電話しないと、今までね、利用することがね、できなかったので、まあ、この点はね、かなりいいですよね。一応ね、マリオットボンボイデスクね、営業日はね、多いんですよね。日曜日とかもね、時間は短くてもね、やってたりしますんで、まあ、利用はしやすいんですけども、まあね、 ま、時間の制約があったりですね。やはりね、あの、電話の待ち時間もね、最近は解消されたと思うんですけども、一時結構すごかったので、まあ、そういうのはですね、無なく、サイトでね、ポイント移行できるっていうのはですね、かなりね、いいですよね。ぜひね、機会がある方はですね、利用ね、してみていただければなと思います。 ということで今回ね、ちょっと短いんですけども、こんな感じでね、終わりたいなと思います。ちょっとね、皆さんにお聞きしたいんですけども、マリオットポイントね、3000ポイントがもらえる対象者限定のね、アメリカのウーバーのキャンペーンがあるんですよね。で、これをね、ちょっと動画解説出すか非常に迷っておりまして、見たい方いらっしゃいますかね。これね、もともとウーバーとマリオットって提携してて、マリオットボーメポイントがね、アメリカのウーバー使うとね、溜まりやすかったりするんですけども、今ね、オファーで このマリオットとアメリカのウーバーのアカウントをリンクすると対象者限定でマリオットボンボンポイント3000ポイント本当に登録するだけでねあの登録まあリンクさせるだけでもらえるっていうねキャンペーンが来ているんですけどもちょっとね私はね試しにやってみたんですよねアメリカのデア番号とアメリカのアップル ID 取ってねやってみたんですけども残念ながら私は対象外だったのでこれもねちょっと難しいところであの動画解説出してね実際にやって 海外のブロガーとかはね、普通にあの3000ポイントね、もらえる画面が出てたりするんですけども、まあ私はもらえなかったりもしましたので、対象者限定なんですよね。まあこのキャンペーンね、もしやりたいよっていう方で動画解説欲しいっていう方はですね、ぜひね、あのコメントいただければなと思います。ちょっとね、迷っておりまして、まあ一応リンクするだけで3000ポイントなんで、もらえた方はね、かなりラッキーだと思うんですけども、まあちょっとね、アメリカの Apple ID とかね、アメリカの 電話番号とかね、取ったりするのちょっとめんどくさかったりしますんで、ぜひね、コメントいただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。